はい、じゃあ今回は、質問のあったパワースライドのやり方を解説したいと思います。はい、ではパワースライドの解説をしていきたいと思います。まず最初に注意点から解説していきます。最初練習しだすときはまずこのウィル、まあ、練習しだすときっていうか大体みんなそうだと思うんだけど、このウィルがソフトウィルっていう柔らかいウィルだと結構パワースライドしづらいです。まあ、これから練習しようかなって思ってる人とかがソフトウィールっていうのでやると多分できません。なので、まあ、パワースライドするときはハードウィール、硬いウィールでやることをおすすめします。まあ、僕のおすすめとしてはスピットファイヤーのフォーミュラー4 F4 とか、あとボーンズの STFとかがいいかなと思います。でね、その STF とか F4 とかの中でも硬さが、2種類あるのかな、今99と101ってあるんだけど、数字が確か大きい方が硬いはずなんで、僕はちなみにこれボンズの STF の99というちょっとだけ柔らかいやつ使ってます。まあ最初練習するんだったらその101っていうこれよりもちょっと硬いやつの方がやりやすいかなと思います。それがまず1個注意点。もう一つ、次は路面の話なので、最初練習するときは路面がツルツルの綺麗なところでやった方がいいと思います。ツルツルの方がね、滑りやすいから、ちょっと感覚つかみやすいと思うんで、それをおすすめします。じゃあ解説をしていきます。まずスタンス、僕の場合スタンスは前足はビス、後ろ足もビスなんだけど、後ろ足が少しちょっとキック踏んでるかなぐらい、こうじゃなくて、足の指で言ったらこの 1,2 本、小指と薬指あたりがちょっとキックを踏めるかなぐらいにして、前足は、まあ、ビス上ぐらいだね。前に行き過ぎないようにした方が俺はいいかなと思います。こんな感じだね。真ん中のビスビスよりも少し後ろにこう下がった感じ、こんな感じでスタンスやってます。で、まずパワースライドをやるときは思いっきりスピードをつけましょう。最初怖いと思うんだけど、まあ徐々に徐々にでもいいけど、徐々に徐々にだとまあ滑るっていう感覚までが最初遠いと思うので、もうできるだけ最初からそうだ、スピードつけて、まあ自分の中の5割ぐらいのスピードから始めてみてもいいかな。5割、8割、10割ぐらいでやってみるといいかなと思います。できるだけ路面のいいところでスピードつけて練習してみましょう。やり方、パワースライドこうギューって滑ってて、ギューって曲げてっていうか滑らせる、タイヤを滑らせるなんだけど、まず初心者の人で、よく見るパワースライドの失敗例っていうのは、前足で踏んじゃって後ろ足だけずれてキュッて詰まっちゃうのが多いかな。まあどっちかだね、キュッてこう詰まるか、前足軸にしちゃってギュインって回されるか、詰まっちゃうか、そのどっちかだと思うんだけど、まずパワースライドの意識をちょっと変えてみましょう。まず、
ビューって滑ったら、ノーズを軸にするんじゃなくて両足軸で滑らせるように。でその時によくまあ見た目こう90度横に向いてやってると思うんだけど、最初は本当30度とかちょっとキュイってなるぐらいでもいいから、角度を浅くで慣れてきたら徐々に深く90度とかこう曲げていけるようにしていけばいいから、最初はほんのちょっとでキュイって。でその時に注意してほしいのは、前足を軸にするんじゃなくて両足軸にしてほしい。両足軸になるってことは体が軸になるから、体が軸で動かずに両足で滑らせる。で次に滑らせ方。滑らせるときにかかとをギュイーって踏んであげるんだよ。ギュ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 って感じで押さえ込む、押し込むみたいな、押し込んでいくよ、ぐーって感じでやります。で次がすごいポイントで、アプローチからその技に入るまで、最初こうプッシュ、まあある程度スピードつけてやるって、スタンス作ってしたら、ちゃんと体を一回しゃがみ込んで、でこう伸び上がる時に板を一緒にずらしてかかとギューッと滑らせる感じでやります。ぐらいかな。あとはもうそのね、最初多分つるんって抜けたりこう引っかかったりとかすると思うんだけど、それはちょっとこう自分の足裏の感覚で掴んでもらうしかなくて、まあ練習あるのみになっちゃうんだけど、そうだね、しっかりとそのアプローチの時のしゃがんどいて、伸び上がる時に板を押し込むっていうことを頭に入れて、それをちゃんとイメージしてやるといいかなと。滑りやすくなるかなと思います。まああとはね、路面だったりスピードだったり、まあ慣れてきたらね、好きなだけ流せるようにもなるから、止まるまでとかもできるし、まあ意外とオーリーも必要ないし、ちょっとやったらもしかしたらでき、まあこれはちょっとねあれなんだけど、路面いいところだったら意外とすぐ覚えれるような技だから、楽しいんじゃないかなと思います。注意点、そうだね、まあほんと最初はあんま角度つけなくていいから、そうだね、30度45度とかで慣れてきたら90度とかにするといいかな。あと僕の中のイメージで、真横にしちゃうとウィールがギューってなって、パンクフラットスポットってここが一箇所だけ削れちゃって、滑ってカタ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 って、まあ極端に言うとここがスパってなっちゃうような感じになっちゃうことがあるので、僕はあんまり曲げません。でイメージするのはこう、まあ、これがまっすぐでこんぐらいの角度でやるんだよね。でその時にイメージするのは、車のドリフトのねタイヤみたいな感じで、ウィールがギュッて止まんないようにちょっと回しとく、まあ、イメージでやるとウィールも長持ちしていいんじゃないかな。僕はそうやってます。なのであんまギュイって90度曲げずにやってますね。はい、まあ、みんなもちょっと練習してやってみてください。